もう一回カットしようかな。はい、どうもこんにちは、ネイチャリと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は5月の中旬なんですけど、ナス型の植物はこれから成長期を迎えて、3月から9月までが剪定の適期と言われているので、このパキポディウムのビスピノーサムと、あとこのアデニウムアラビカムの剪定を行っていきたいと思います。用意したのは剪定バサミと油合剤、お薬ですね。あと綿棒とガーデニング用の手袋。まずはこのパキポディウムビスピノーサムから剪定していきます。春になって、ここもう5センチぐらいですかね、ちょうどね、この茎が緑色になってるところなんですけど、ここからね、5センチぐらい、伸びてくれたんで、成長してくれて嬉しいんですけど、こう全体的に見るとめちゃめちゃこう間延びしてる感じなんですよね。あんまかっこよくないなと思っていて、ビスピノーサムって開根部分がこうどでかく太って、その開根部分から何本もの枝が生えてる姿がかっこいいんですよね。なんですけど、これはね、本当に似ても似つかない一本だけしか今伸びていない状況です。なので複数のね、枝を展開させるために一旦ね、この辺りバッツリカットしたいと思ってます。はい、カットしました。今すごい肝心の部分が取れてなかったんですけど、録画ボタンを押してなかったんですけど、今カットしました。実際ね、どこから切ったらいいかっていうのが分からなくて、節とかもないのでね、なので大体の部分でカットしたんですけど、一応断面はこんな青々してますね。これどうすかね、このくらいでいいのかな。どこから新しい枝が出るかマジで分からないので、このくらいでいいですかね。ちょっとね、斜めになってるので、またこっち側からとかね、生えてきてくれたらね、嬉しいなと思うんですけど、それではね、ちょっとカットした断面が樹液が出てるので、これを綿棒で少し取って、樹液が出なくなったら油合剤を塗っていきます。で、このカットした枝は挿し木にできるようなので、後でね、植えていきたいなと思います。はい、だいぶ乾いたので油合剤を塗っていきます。で、使う油合剤はケアヘルス O。 結構ね、カルスメイトとかトップジンペーストっていうのが一般的のようなんですけど、塗った時の色がオレンジとか茶色になってしまって、ちょっとね、こう目立つかなと思ったので、いろいろ調べてみたら、このケアヘルス O というものが透明タイプらしいんですよね。なのでこれを今回選びました。どんな感じかわかんないんですけど、初めてですね。あ、結構柔らかい。やべ、めちゃめちゃ垂れますね。だいぶつけすぎてしまったので、ちょっと綿棒でなじませます。拭き取りとなじませかな。油合剤って幹の幅が 1.5 センチ以上のものに推奨されてたんですけど、ちょっとね、不安なのでね、これ1センチ未満なんですけれども、つけます。僕はつけなくてもね、いいらしいんですけれどね、ただこうつけることによって、このカルスといって植物の細胞根を形成してくれて、あとね、菌が侵入するのを防いでくれる、保護剤の役割のようです。はい、こんな感じですかね。これで置いておいて乾いてくれると思います。はい、次にこのアデニウムアラビカムを剪定していきます。この株は初めて買った開根植物で、このね、どぶといどっしりとしたこの幹から、このね、無数に展開してる枝のがね、なんかね、こう洋風盆栽みたいで、可愛いですよね。ただね、隙間が結構あって、もっとね、こう密に展開してくれたらもっとかっこよくなりそうなので、
枝をカットすると、まあ、そこからね枝がねまた分岐してくれるようなのでカットしていこうと思います。でアデニウムはカットした時に出る樹液に触れると、まあ、手がかぶれてしまう可能性があるので、まあ、手袋をはめて作業します。カットする枝なんですけど、このね一番伸びてる枝、この枝とあとこの枝、この枝をまた途中でカットして3方向ぐらいにね伸びてくれたらもうちょっとね密になるのかなって思ってるのと、一番真ん中のこの枝ですね、この枝もねまたカットして3方向ぐらいにね伸びてくることを期待して剪定していきたいと思います。不安だな、ちょっとカットしてかっこ悪くなっちゃうかもしれないですよね。大丈夫かな。まあちょっと試しとは植物にはかわいそうですけど、ここの枝ですね、ここをカットしてこっち側からねまた分岐してくれたらいいなって感じですね。ちょうど見えるかな、ここの1本2本3本、これねカットしていきたいと思います。ちょうどね一番伸びてる枝ですね。曲がってるのでここ一回カットしようかな。行ってしまった。あ、すごい樹液が出ますね。もうこんな液が垂れてきてしまってるので、綿棒で拭きます。トップの一番長い枝ですね、これもカットしていきます。あ、すごい、もう滴るぐらい樹液が出ますね。あとこの枝、これちょっと今思ったんですけど、幹に対してこの枝がね短いのもかっこいいですね。なんかより盆栽っぽくなりそう。ちょっとこれもカットしよう。わ、なんか丸坊主になっちゃってるやだな。なんか気に食わなくてどんどんカットして結局坊主になった経験ってありませんかね。なんかそんな感じにならないように気をつけないと。え、どうしようかな。うわ、悩む。やめます、これは。まあ、とりあえず今この3本切って分岐で伸びてきてくれて、まあ、トップにあるので一番高いところにあるから短くてもね全体のバランスが整ってくるんじゃないかなと思うので、長さ的にねこの3本にしときます。はい、まあ、結構まだまだ樹液が出るので、まあ樹液が出なくなったらケアヘルスを塗っていこうと思います。結構出ますね。
応なじませて、どのくらい塗っていいかわかんないんですけど、もうこのカットした縁もねちゃんと塞ぐように伸ばしたいと思います。だん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 固まってきますね。ボンドみたいな感じ。はい、それではね、このカットした、枝の方なんですけれども、ビスピノーサムはこのね緑のところからここでカットして葉を落としたものと、あとねここの、その下の部分ですね、この2つを、挿し木をしていこうかなと思います。でアデニウムは幹の直径が1センチ以上ないとなかなかね根付きにくいらしいんですけれども、一応ね、やっていこうかなと思います。でこのビスピノーサムもアデニウムも開根部分をカットしてしまっているので、根がね生えてきたとしてもなかなかね太くはなりにくいようです。でカットした枝はこのロックウールブロックというもので挿し木をしていきます。結構ね保水性が高いものなので、挿し木とか種まきに最適のようです。前ね3月にパキプスの剪定でカットした枝を挿し木したんですけれども、うまくね根付いてくれていなくて、調べてたらこのロックウールブロックというものを使っている方がいらっしゃったんで、僕もやってみようと思ってこれを購入しました。うまくはいっていないんですけれども、これ余ってますので、これを使っていこうと思います。こんなブロック状のもので穴を開けて、そこにね幹を刺す感じですね。で水に浸しておくだけで根が回ってきて、そのままね鉢に植え付けることができるようです。はい、剪定終わりました。ここからね本当に生えてきてくれるかちょっと不安ではあるんですけれども、成長期などでね、伸びてきてくれるんじゃないかなと思います。1本だけだったらねまた伸びてからね剪定をするのか、もっとね開根部分を太くしてから剪定するのかはまた2ヶ月3ヶ月後ぐらいですかね、そこでね、状況によって判断したいなと思います。でこちらのアデニウムも、この枝をカットした手前からね下ぐらいから多分2、3本枝を出してきてくれるんじゃないかなと思います。なので、この経過はですね2ヶ月後か3ヶ月後ぐらいにまた動画でお伝えできればと思います。はい、今回はパキポディウムビスピノーサムとあとアデニウムアラビカムの剪定を行ってきました。植物ってこう成長をね見てるだけでも楽しいんですけれども、まだね植物始めたてで、知識も技術もないんですけれども、こういうふうにね何か自分の好きなようにねこう形を作るために、剪定をしていく、育てていくといったところもねちょっとね今楽しさを感じているので、これからもねそのようなね過程もお伝えできればなと思います。でちょっと最後なんですけれども、実際この剪定っていった部分で先日購入したのが、センナメリディオナリスという植物なんですが、ゴツゴツした幹からですねちっちゃいね葉がいっぱい展開してくれてて非常にねこうかっこいいんですよね。センナも、剪定を繰り返すことによってもう幹をねすごい太くして、
もう盆栽みたいにね作り込むこともできるようなんですよね。まあ、まだまだね、どのようにしようかっては考えてはいないんですけれども、まあ、もうちょっとねこう剪定ということが慣れてきたら、まあ、センダの、まあ、剪定にもね、トライしていきたいなと思っております。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。